えでは今夜のゲストをご紹介いたします。いちごアセットマネジメントのスコットキャロン社長です。こんばんは。よろしくお願いいたします。<laughs> こんばんは。えではまずはですね、とあの社長の経歴からお伝えしたいと思います。水原さんからです。はい、ご紹介します。はい。え1994年来日、日本開発銀行、モルガンスタンレー証券会社を経て、2006年いちごアセットマネジメントを創業。うん 日本株に特化した長期厳選投資を行い、海外の投資家から資金を集めるファンドを運営しています。期間投資家これあの何台どのぐらい募っていらっしゃるんですか。え私のどもの運用資産ですか。ええ、そうですね、4000億円ぐらいですね。今日一番そのキャノンさんにお越しいただいて聞きたかったのは、今年は株主還元ブームで随分その、ええ、日本企業が 株主を向いた経営をし始めた元年じゃないかなって話をしてるんですけどもどうですかキャノンさんの目から見られて大改革大変革の時代だと思いますよなんて言っても原点回帰だと思いますね要はそもそも株式会社ですからね株主を大切にして営業を行うはずですねあのおっしゃるように確かに日本って株式会社であってもこう株主ちょっと若屋の外っていう時代が結構長かったと思うんですが あのやっぱりあのリーマンショックがあって、えー、あの時に私もあのニューヨークで取材した時にもうあのキャプタリズムはもう悪だと、はい、っていうのをみんな連呼してたんですよ。えー、だからいい流れだなと思ったのが、えー、またここで株主に戻るのかってちょっと思いません。あのこちらは日本とアメリカは違うんですよね。<laughs> えー、アメリカどう見ても株主を重視しすぎたんですよ。もう株主至上主義になっちゃったんですね。うんうん、逆に。 私もジローなんですけども株主をちょっと軽視してしまった傾向があったんですよ。でそれは治ってるんですね。上場会社が通して頑張って利益を出してそして企業価値が高まってそれうれしい客になるんじゃないですか国民のためになるんですね。その株主との話し合いの場ですけれども株主総会。はいはい 何が足りないのか株主総会のということでこれがキャロンさんの提言の一つ目です。日本の選挙は必ず日曜日じゃないですか、うん、例えばいや日曜日じゃなくて木曜日の10時から朝10時から12時はだいって、ね、国民は反発するんですよね <laughs> おかしいと株主総会は全く一緒ですよ起用版なんですねいわば選挙日ですよ。 もう議案、あのその専任議案があって、株主が集まって、うん、要はできるだけ。これも原点回帰ですよね、はい。あとはその株主と企業の対話という意味でいくと、はい、そのキャノンさんはあの。物言う株主じゃなくて、物聞く株主ってずっと自分のところの会社おっしゃってるじゃないですか。はい、これどういう意味なんですか。はい、私はとても不勉強です。<laughs> あの。あのまあ冗談抜きで、はい、外の株主として、会社の良さを知るには。うんうんうん やっぱりお,お,きお聞きしないといけないですよね、教えていただく立場になりますので、企業,に企業にですね、<業>なのでまずは耳を、うん、私、耳大きいんですけど、耳を澄ませて、もの、うん、を聞くんだとわ、ね、かりました、では、えー、2つ目の提言です。はいえー、役員の過半が社内役員だとしたら、はい、社長が部下を呼んで、会議を行うことなんですよ。<laughs> 日本のトップで下半独立役員の豊島会はどうだいとお伺いすると全員一で非常に助かります、うん、もうその緊張感と規律が全然違うと,、うんうんうん、とこの独立役員ということはちょっと説明した方がいいと思うんですけど、まあ、その会社と利害関係がないということですすね外の方で3つ目の,あの提言ですね。えー e、数値だけにられていないなか えーえー、企業がどれだけ収益を上げているのかそれを知ることのできる指標なわけです、はい、で今日本の企業はとにかくこれをせっせっせ,っせとこうね上げようと頑張ってますけどもいやいやまた予貯金の話に戻るんですけどもまずはこれは安全なのか大事ですよねうん、うん、財務レベルじゃかけすぎて安全にならな,、うん、な,ないのでまずは本業しっかりした形で利益率上げてそして財務レベルに依存しない形でうん、うん、もちろん 低金利で借金してもいいと、うん、いいんですけども、うん、だけどもやりすぎは間違いないあるんで,でアメリカでまあこれがどっちかというと病気みたいなものですよね。うん、日本がアメリカよよりはでできると思うんですよ、うん、だからもうやる金には世界トップを目指したいんですね、うん、皆さんと。